どどどどどどんぐりレムどうも夏目ですどうもなるみです最近ねおすすめ映画があるんですよほううんまあ夏目さんって2時間椅子に座ってられない民族だからさ絶対見てないと思うけど最近見て面白かったのがこのねフレンチディスパッチって映画よかったですね全然知らんわしかも <laughs> 全然知らないよね <laughs> 全然知らんし確かに僕、うん 映画は大体2倍速か1.5倍速じゃないと見れません見れないじゃん、うん、でもこれ劇場でやってるから <laughs> 倍速にする設定もないしうんそれちょっと成美さん撮影しといて、うん、YouTube にアップしてもらったら僕2倍速で見れるんで <laughs> まあネットフリーに行くまで待ってほしいですねそうするとねはいでフレンチディスパッチフレンチディスパッチって映画めちゃめちゃ良かったですねこれ1月29からスタートかなほんのつい最近週末からね 始まった映画なんですけどこれねどんな映画かっていうと、うん、説明するのはすごいめんどくさいんですけど <laughs> めんどくさいんですけど舞台はねフランスなんですよ1960年70年ぐらいフランスが舞台でそこにある架空のアンニュイっていう街があったとしてそこにある出版社で発行されてるフレンチディスパッチっていう雑誌が舞台なんですよねそこの編集部にはいろんな 編集者とか記者がいて、それぞれがもう自分の好きな記事を書いてくるんですよ。で、この映画だとね、いきなり冒頭、編集長死んじゃって、この雑誌は廃刊だってなるんですけど、じゃあ最後の、編集長死んだ最後の1号、どんな内容ですかって時に、いろんな編集者が記事を持ち寄ってきて、その記事、1本目はこちら、2本目はこんなネタ、3本目はこんなネタみたいな感じで、ちょっとオムニバス形式で、 なんだろ短編のストーリーが挟まるみたいな、いやいや不思議な作りなんですけどね。短編集に見えるんだけど、一冊の雑誌ができてますみたいな見せ方をしてるっていう、なんかいかにもこじゃれたフランス映画っぽいんですけど、アメリカの映画で。あ、そうなんだ、うん。そうなんですよ。この雰囲気、ちょっとフランス映画っぽいじゃないですか。うん、完全にそう思った、うん。おしゃれでとっつきにくい単管ものっぽい感じするんですけど、さアメリカの映画なんですよね。で、これがすげえ面白くて、 この面白さをね、一言で語るのは難しいんですけど、ただ、どんぐりが好きな人はこれ絶対好きだと思うのは、<laughs> あのね、雰囲気としてあれなんですよ。瀬戸内海とか、マジフレンチディスパッチの音タクシーの香りがするのマジフレンチディスパッチは瀬戸う、うん、瀬戸内海瀬戸内海と音タクシーの作者がさ、あの作者ってさ、うんうん、あの読みづらい読めない人、この本さんかな。この本さんだっけあの人、僕らすごい好きじゃないですか。うん、好き。多分、リスナーの人もすごい好きじゃん。うん、でもあの人の人 映画って言っても多分世間一般では大ヒットはしないでしょう。うん、でも僕らは絶対好きなはずっていう、そういう感じなんですよ。<ー>このフレンチリスパッチを作ってる、なんだっけ、あの監督、割と有名な監督なんですけど、ウェス・アンダーソン監督なんですよね。うん、この人って、僕らでいう瀬戸内海の作者と一緒なんですよ。どういうことそういう、ちょっとした面白さがある人たち。<ー>面白さのツボとかが、すごい瀬戸内海オートタクシー的なの。世界観がそっち寄りなんですよ。 だからね、シュール笑いと言いますかシュール世界観笑いなのよだからこれ本当どドングリリスナーの人は騙されたと思って1900円僕にあげたと思って見に行ってほしいですねで多分後悔しない気がしますね そんぐらいこれおすすめ友達誘わない方がいいかもしんないね <laughs> そうなんだ <laughs> 一人で行った方がいいかもしんないムキ不ムキがある、ね、向でムキムキがすごいあるなんかねでもストーリーがすげえいいとかだどんでん返し合うとかアクションシーンがいいとかそういうものじゃなくてただこの世界がずっと続いてほしいって思う映画ってあるじゃないですかそういう物語とかアメリとかそういうフランス映画ってそうじゃないアメリとかも近いかな アメリーとか瀬戸内海とか私は、えー、本当そうなんですよ。えーまあ僕瀬戸内海なら見るけどアメリーなら見ないかも。しとしかとうまあそういう意味だとアメリーとは違うかなあ<ー>、うん。ただこれは夏目さんも僕もリスナーの方もハマるんじゃないかなっていうの感じましたね。すごいいいっすよこれ。すごいいいんだ。全体的な世界観がおしゃれでちょっと面白くてかつシュールででもちょっとした笑いとか、うん、愛がある感じがねいいんですよ。 こ10点満点中めちゃ高いこれ高いマジ今まで僕ら映画の話してんか「シン・ゴジャ」とか「エヴァンゲリオン」とか面白いけど7.8みたいな感じだったじゃないですか言ってた9.5えマジか過去最高過去最高じゃない僕9超えたら見ようかなと思ったのにこれねここ数年で一番好きっすねあマジうんそうなんだどこでやってんのこれはこれさ めちゃなや,かんでやってそうじゃるむしろ東宝以外がほとんどやってないあ東宝以外やってないんだあでっないやつからやってますよで,でも東宝だね東宝は全部やってるなんかめちゃめちゃ短観映画っぽいじゃんうんそう思ったでもおっきな映画で普通にやってるからへえ<ー>何だろうなこれはほんと今までドングで紹介してきた漫画とかそういうのに共感できる人は 絶対ありだと思うファブルとかそういうのが好きな人でもいいと思うし <laughs> ファブルもあれちょっとシュールじゃないですかまあシュールシュール笑いセリフが伸びるところとか <laughs> 確かにねああいう感じがこれ今漂ってるんですよへえ今僕予告編見てるけど開始5秒ぐらいでもうすでにフランス映画っぽいんだけどでしょあこれフランス映画っぽくしてるだけなんですよ、うん、そうなんだ いやなんかこのフレンチ・リスパッチっていう雑誌の編集部で働く人がめちゃめちゃみんな自分勝手な好きな記事書くんだけどその好き勝手やる具合もすごいなんか昔の編集部って感じでいいんだよね今はさもうさネットの時代でさあらゆる効果測定があるからこんなことはできないなっていうそういう昔の雰囲気があってまあ僕らみたいな仕事してる人も多分すごい好きだろうしいい映画 <laughs> 気に入っちゃってんじゃん。めちゃめちゃ気に入ってるね、これはね。へ<ー>うん。フレンチディスパッツ。これは絶対いいと思うんだよなぁ。ウェス・アンダーソンの持つ雰囲気が存分出てて、それはきっとドングで紹介してきたいろんな作品と通ずるものがあるんじゃないかなっていうのを思うのでね、うん、強く紹介してるって感じですね。なるほど。うん ぜひ水曜日とか安い日に行ってください。結構まだまだやっている多分これほんと始まったばっかだから2月いっぱいとかやってんじゃない <laughs> これは本当最近見た中で一番グッとくるね。最近ね結構映像作品見てるんですよ。<う>意識的に。 ネットフリックスでさこの間さ浅草キッド見たけど面白かったねおーあれなんかビートタけシの感じがすごいいいっていうのを聞いたことよかったね浅草キッドは<の>見ましたいや見てない僕でも最近まさにネットフリックス結構見てて、うん、ペーパーハウスあペーパーハウスね見た見たよ見てない ちょっと止まってる感じだよね。あれ、フランスのネットフィックスだよね。フランスだ。フランス買った気がするな。スペインじゃなスペインか。うん。銀行強盗するような感じだよねそ。そうそう。あれ、えっと、シーズン5まであるけど。うん、2>, 2で終わるのよ。一回ちゃんと普通に。あ、そうなんだ。うん。だから、あの、二まで見ればいいと思う。うん,う,んうん、ふんふん。ペーパーハウス、面白かったな。 面白いなあれねうんあとねこれ成美さん多分見たことないし知らないと思うけどあのねホームアローンっていうのがあって何それホームアローンっていうのはねすごい良かったえそれどういうストーリーなんすか見たことあるでしょいやいや, <laughs> いやあるでしょ知らないよあるでしょホームアローンはえクリスマスの夜に一人残された子供が泥棒が来ちゃって追い払うみたいなうん知ってんじゃん30年ぐらい前に見たけどあれさ久しぶりに見たらちなみにネットフリックスなかったからどういう理由であれをもう一回見るのアマゾンプライムで見 見たんだけど、うん、あれのさ主人公の男の子ゲームというか主人公の男の子映画でしょあれでもあれであらゆる賞を総なめにしたんだよねあの子は今も活躍してんだよねいや今ね41歳だからなんだけど何度も薬やってるよねでもね <laughs> そのために一応なんか復活はしてる気がするけどなうんって感じなんだけどで,で,でもねだっけ、うん、なんかそんだっけなそうそうあのね でもなんかあの後にちょっと考察したんだけどあんだけすごい演技やって子役で売れちゃったらよく子役は伸びないって言うけどわ、うん、かるわ。 だって周りがちやほやするじゃん。いやでもあし、芦田愛菜ちゃん見てよ。あ、そうそう。あで、僕、芦田愛菜ちゃんすごい好きで、芦田愛菜ちゃんのおすすめの本っていう本をも買ったぐらいでね。<laughs> なんで芦田愛菜ちゃんフォロワーなんだよ。そうそう。芦田愛菜ちゃんめっちゃ好きで、で、芦田愛菜ちゃんあれでしょあの、JG 行こうとしたけど、中学校の時に女子学院ね。都内のもう、めちゃくちゃ偏差し高い、すごい頭いい女子校。あの、めちゃくちゃキリストのとこ。で、でも JG は、あの芸能活動禁止って言って、で、違うとこ行ったのかな。ああ、そうなんだ。ぐらい。そ<う>中学校そうそうそう、うん、で で芦田愛菜ちゃんはこう何芸能っていうふんわりしたものじゃなくめちゃくちゃ勉強してめちゃくちゃ本当に本読んで、うん、こう揺るぎないスキルというかそっちをつけてるからだからもうブレずに生きていけるのよ。それを一発本当にちょっと 子役で当たたっちゃうとあああれは僕ででもチヤホヤホホすするわあののーームアローンのあんなすごい演技してたらでそうするとさもう監督とか両親とかも絶対チヤホヤしちゃうからうあれはいい育ち方しないな僕が親なら監督たちにめちゃくちゃ厳しくしてくださいって言いたくなるこう現場で調子乗ってたら本当に怒ってくださいってやらないといやーその後が大変だ芦田愛菜ちゃんはちゃんとねちゃんと勉強してちゃんと本を読んでるんですよ芦田愛菜ちゃんがおすすめする本っていう本があるからねそれ面白いから是非みんな見てみると。 マナの本棚だけなあるんですよはぁ、あ、そうなんだ うん、そんなのも僕読んでるあと僕年末に年末年始に見たの面白かったのが、うん、これまだネットフリックスとかアマゾンにないと思うんだけど志村けんですよ、うん、志村健亡くなったじゃないですかなので多分まあだから作ったと思うんだけど志村けんが怒りは長介のとこに弟子入りしてでドリフの中でデビューしてでそっからねドリフを代表するような芸人になってくみたいなそういった半生がいたドラマなんですけどこれ2時間ドラマでやったのかな 多分そのうちネットフォリックスは見れると思うんですけどねそれかもしかしたらフジテレビオンデマンドとかもしれないけどこれめちゃめちゃ良かったですねへえ<ー>あのね役者が超良くてあれなんですよ怒りや長介役をねなんだっけ遠藤健一だっけやってるし脇役がすごい良かったねこれこれ出来としてはね浅草キットでいいんじゃないかってぐらい良かった ただね、なかなか見れないのでね、今、どこで見ればいいんだろうな、これ。え、見れないっていうのは、もう、配信停止しちゃってのテレビで放送し終わっちゃったから、この後、どこでやるのか分かんないんすよ。TVer とかそういう感じそう、TV、で 一瞬やってたんですよ年末年始 TVer でやってて、うん、その TVer の期間も終わっちゃったから、うん、今後どうなるんだろうこの遠藤健一の怒りは長介とか勝地亮の加藤茶とかその辺の脇役人がマジでもう神がかってるぐらい本物っぽい動きをしていてで勝志村健がね東村山っていう町から出てくとシーンとかもすげえよくてね東村山出身なんで僕もなんかうるっときちゃうところがあって、うん、これぜひねー どっか配信サービスで出たら見てほしいですね浅草キットが面白かったって人は多分これもめちゃめちゃいいと思う浅草キットも良かったですけどね浅草キットんかあんまり見る気にならなかったな見てないんだよな大泉洋がねすごい良かったな<ー>大泉洋の演技はもうなんか日本代表する役者になってなって気がしたねもうねすごい良かったんんへえじゃあまだ配信してないから今ここでおすすめですって言っても でもどうしようもないかもね。<laughs> だからたまに検索してみてください。<laughs> そしたらアマゾンとかで、ね、問、ね、い出てるかもしれないのでね。 いいやいやなんかあれですよね。僕最近あんまネットフリックスここ数年間見てなかったんだけど、うん、どうしてもねジョジョが始まっちゃったから見るしかなかったんだけど楽しいね。なんか日々どんどん日々どんどん新しい面白いのが増えていくね。うん、すごい。最近ネットフリックスでおすすめされたのが「ライドオンタイム」っていう番組なんですよ。 たまた出てきたんですけどあれって何の番組かというと、うん、ジャニーズの最近のグループについて特集していて「嵐の後と」かよく分かんなくないですか ストーンズなのか、ストーンなのか、シックスは読むのか、読まないのか分かってない。あれ、ストーンズって読むんすよ。うん。あとね、紅白に結構出てたよね。出てんのかな。うん。あと、あれ、何、何スノーマンスノーマンだっけな何俺見てたんだっけあれ。ブルーマンブルーマンじゃないわ。キンプリじゃなくて。あ、キンプリキンプリのさ、こと特集していて、うん。キンプリの名前とかようやく全員分かったし、キンプリの人たちがさ、デビュー前にすごい稽古してるシーンとか、下積みをしてるシーンからちゃんと追いかけてて、 うん、ああいうドキュメントものもすごい面白いしようやくなんか聞いたことあるグループ名と中のメンバーの名前が一致してよかったなと思ったすげえ面白かったなあれもへえキ、ー、ンプリってさキンプリめちゃめちゃ忙しいんですよ今アニメないえキング・オブ・プリズムっていうねほうアニメの略称がキンプリであそうなんだ結構これがね物議をかもしてる <laughs>、うん、そうか 僕だからキンプリって聞いた時にどっちか分かんなかった色々いろいろあるんだへ、うん、えー、で成美さんはその最近何ジャニーズに興味がちょっと出始めてきたのそうあの下積み大変やなっていうねそれなんだっけ BE:FIRSTTHEFIRST だっけなんだっけあでもそういう感じなのかねなんかいろんな人が頑張ってる番組っていいよなっていううんうんネットをこうしてみたいな感じなのかなこれはえそれ これよくあるのがリアリティショーみたいなのなんかそういうのありはなしかに近いんだけどそういうのなるみさん見ますリアリティショー俺もう全然ダメなのよリアリティショーはダメだからで、ね、バチラダメなんですよ。うん、だからこういう実在の人たちが普段どうしてるかっていうドキュメンタリーの方はいけるっていう感じだねああ そういう意味だとなん,かなんか芸能人に関するプロセスエコノミーはダメなんですよ僕うん、でしょうん。僕もそうよだからそういうなに頑張ってるからさ頑張ってない芸能人じゃ連れてこい <laughs> <laughs> 誰何だろうな誰だって頑張ってるよと思ってその過程を描きつつこれからどうなるみたいなのはダメなんですよはいはいわじゃなくてすでにもうデビューして,て成功してる人たちが、うん、そのキラキラした表面じゃない裏ではどんな生活をしてるのかっていうのはすごい興味,ある興味があるというか見ててグッとくる ものがあるそれあれかも僕がその表の方に興味あるときは、うん、裏のところにも興味あるけど表のジャニーズとかその男性アイドルの表に興味が全くなないいかもしれない確かに僕お表興味ないんですよ裏だけ興味あるんですよ。うん へでも僕確かに松坂最後の日の西武ライオンズの YouTube とか全部見ちゃったし、うん、いや野球見ないもんねそれはなんかわかるな、うん、で,でもでも松坂自身には興味があるというかジャニーズよりかは多分興味あるんだと思う、うん、いや僕金プリとかストーンズが普段テレビ番組で何貼 やってるから全然興味ないんだけど、うん、裏側の苦悩はすごい好きっていう,う情熱大陸をずっと見れる感じなのかなこの番組は「ライドンタイム」っていうのはいやでもさ、えー、この番組見てすげえ怖いなと思ったのが、うん、このキングアップリンスとか今多分2223とかの若い人なんですよ、うん、で10年ぐらい前に多分ジャーニーズに入るわけですよね、うん、小学校中学校の時にその入るきっかけみんな、うん お姉,ちゃんお姉ちゃんとかおじさん、おばさん、おばちゃんとかが、勝手に応募してるんですよ。うん、もう全員そうじゃん、あるあるじゃん、<う>ジャニーズなんて。そいいのか、それはと思って、本当に。だって、あのジャニーさん、北川さんって人はさ、うん、もう若い男の子への性愛っていうか、児童虐待でていうものがさ、認定されてんだよね、もうね、裁判によって。それが分かってた上でさ、親戚の子を勝手に。 利益書を送るっていうその神経が全然分かんないなと思ってそこだけちょっとゾッとしたんだよねどういう気持ちなんだろうねまあ嘘か本当か分かんないけどっていうのは志望動機で自分でアイドルになりたいですっていう感じだから許せると思うのよあでもそれだと 受かりづらいのこれはよく言うのは、うん、あの女子アナのオーディションがめちゃくちゃ大変で、うん、私目立ちたいです出て出てだと絶対受かんないけど奥ゆかしいですでも見てっていうそのバランスがめちゃ大事らしいんだよねいやでも女子,アナの女子アナの人とかやっぱ表に立つ仕事が好きだからやるわけでしょでもないのっていう人はね落ちるのいや落ちるのよ落とされるのなんでかというとあなたは主役じゃないんですよとあなたは会社員だし、うん、それやりたいなら芸能人になればいいんじゃないですかいやジャニーズは芸能人だからさ <laughs> 俺はこれはやりたいんだっていう人が入ればいいと思うんだけど いやでも親戚から勝手に応募されてさああいう一応裁判所で認定された人のところに送り込まれるっていうのはきつくないかと思ってそこだけちょっと怖いなと思ったなんか僕が懸念するのはまた別の話でさっきの,あのホームアローンにも近いけど、うん、ちゃんと積み上がってちゃんと自分で思考できる人 でないいととこう人生におけるハッピードの総和ますか積分と言いますかかなんかそこは上がらないと思ってますと。うん、その時に、だって今の話だと10歳、11歳、12歳でジャニーさんのこ行くんでしょそう,そう。で、ジャニーさんがどうかは知らんけど、うん、そこで踊りなどをやり、ちょっと売れて、わちゃわちゃ少しテレビに出たりして、で、売れなくなった時によ、よ二十歳になった時によ、よ資産がむずい。こう、使える資産としてむずい。それはでもあれじゃない部活に仕込みましたぐらいのもんでもいいんじゃないのそう。 そんぐらいならいいんだけど、結構若い頃から、うん、あの部活はさ、まださ、時間が決まってんじゃん。あの学校行った上で行くじゃん。あの子たち、うん、学校行かずに踊るじゃん。でも、その特殊な経験をなんかね、糧にできてればいいよね。体育会系の本気の人たちって、それぐらい忙しいけど、んなんかその、なんだろう、コミュニティの中でのさ、上下関係とかさ、努力する具合を変われてさ、うん、その後、ちゃんと仕事もできるわけじゃないですか。なんかそこがうまく転換できればいいけど、ね、いやー、そこがあれじゃない。俺は昔 タモリさんとも喋ったんだぞ、すごいさんまさんち行ったことあるんだぞ、すごいんだぞってなっちゃうとさ、<laughs> そんなのでもさ、俺は甲子園出たんだぞって人だっているでしょう。まあね、まあ、ね、人によるんじゃないかなと思うけどね。甲子園だと、甲子園出た、やった、よし、ちゃんと働くかっていう、なんか区切りない。まあまあね、それ<く>も18歳で来るからね。そそそそそう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 それがさ、うん 11歳から二十歳までさ、うんし、しかもあとさ、あとあれだ、僕が思うのは、学校行ってるからいいんじゃないまだ。まあね。だからこそ、僕、芦田愛菜ちゃんをね、すごい本、まあ、読んだりして、めちゃで、慶応入ったんだっけな、確か。うん、ああいうね、だから成功した人視点で、おばさんが買って入れ口を送ったけど、今は良かったですっていうのは、<う>いいのよ。ただ、もう成功したバイアスが強すぎて、絶対そうじゃない人もいて。 すごい嫌な思いした人もいると思うと、うね、あのセリフを全然比べらんないなと思って。いや、そうだよね。僕も本当そう。うん、あの、観点としては違うけど。だから俺、あのセリフはカットした方がいいじゃんと思ったんだよ。今時はね。うん、は昔は良かったけどね。<う>あの、まだそういうのがちゃんと立証されてない、SMAP とかの時は良かったけどね。ううねもうあれ多分2010年ぐらいに立証されてるから、そうそう。カットすべきセリフだなと思ったのが、なんか本当に怖いなと思って。 真似すんんじゃんと思ってねだから、うん、成功した一部の生存者バイアスであれを美学にしてるけどうわーみたいになってね。 まあね人それぞれだからいいんですけど人それぞれだからね人組としては面白かったんだけどね、うん、ちょっとよそ様のことはねうちはうち予想やそうかもしれないけど、うん、ちょっとあのオブラートに包まないと後から怒られちゃうかもしれないからあ <laughs> <laughs> のエイクス気づいてるでも超面白い番組なんで <laughs>、うん、見てほしいですね金<ー>キンプリのセンターの子っていう子はすごいかっこいいですよへえ<ー>、うん、名古屋出身なんですよ たまに名古屋に帰ってね、いや、僕、この川のとこでずっと遊んでましたね、つってね、語るシーンとか良かったですね。うーん、名古屋出身は誰なんだろう。なんだっけな。平野平野さんですかね。平野翔かな。平野翔さんですね。うん。なんか最近、そうやってネット売りばっか見てるね、俺は。ここカットするんですけど、うん。あの、一緒だ、僕。別にカットしなくていいじゃん。 びっくりした今、鼻 <laughs> 水した。へえ、なるほどね。うん、はいはい、そうなんだ、そうなんだ。はい、そんな感じで、フレンチディスパッチね、ぜひ見てほしいんですよ。あそうだ、その話してたんだっけ、うん、いや、これね、ね <laughs> れちゃってた。この映画の良さは、僕は全て語れないんですけど、ほ、うんと、一言言うんだったら、どんぐりリスナー、絶対これ、ハマるから、うん、騙されたと思って行ってほしいと、そんぐらい教えてます。おぜひね、これを聞いて、興味あったな、面白いなと思った方は、ぜひね、見てみてください。